なんで？どうだった？通知来て止まった。つらっ。ちゃんと充電してたのに。しかもね、ループしてるとか分かんなくて普通に配信してたよ。泣いちゃう。コメント大事。コメントなかったら分かんなかった。しい。パプリカ。幸子のいちさん、キュンキュンキュン、ありがとうございます。ピースで止まってたんだ。ポレロがハンバーグの下にありました。アントニオさん、かわいい。ねわたさん、キュン。ありがとうございます。夢見た。うまっ。ねわたさん、流れ星。ありがとうございます。ついにハンバーグ。ついにハンバーグだよ。なんて言ったでしょう。デミグラスです。ハンバーグ食べてるのいいね。正解はハンバーグって言いました。みんな前言うて。なんでドンキ行きたくなったんですか？平畑さん、本当ありがとうございます。ハンバーグ師匠。待って、なんでハンバーグ食べてるからドンキ行きたくなるんですか？ゆめちゃん、花束、こみさん、流れ星、ありがとうございます。あ、びっくりドンキーね。ドンキホーテかと思った。カープさん、キュンキュン、ありがとうございます。ふふふ、びっくりドンキー多分行ったことないです私。
ってみたい。なんかさ、めっちゃさメニューが立ってるんでしょ、こうやって大きくなんでドンキ行きたくなるんだろうって思った。バナナさんいいね、ありがとうございます。豚汁おいしいの、ケンパちゃん。ゴロゴロいちごミルクって知らない。これカニクリームコロッケかな。カニクリームコロッケ美味しい。あー、ソースがそこにあった。まあいっか、タルタルソースととんかつソースがある。カニクリームコロッケ久々に食べた。エビフライ、うん、うん、ふん、ヘブンさん、あら、カニとクリームとコロッケを混ぜた人にありがとう、ありがとう。私昨日もエビフライ食べた気がする、お昼。美味しいですね。ポテサラを挟む一度。もぐもぐタイム。皆さんはエビフライの尻尾は食べる派ですか？私は気分によって食べる派です。今日は食べない派です。バナナさん、ペンライトありがとうございます。バラバラだね、みんな分かれてる。人によって違うんだね。まあそうだけど。
頭は食べないです。あとちょっと、あとちょっと、前の現場からさ、おにぎり持ってきちゃった。あは。こみちゃんキュンキュン。流れ星。ササパンダさん、トントイ。ありがとうございます。何おにぎり？ひじき。ひじき五目おにぎり。ポテサラ最高。うん、あ、今喉が鳴りました。聞こえたんだ。なんか。ふーって。喉は鳴った。聞こえてないと思ってた。あ、ど、ど、あぜさん、リーナありがとうございます。聞こえた。あ、おかしい。ご飯の上にはゆかりのふりかけが乗っています。めっちゃ聞こえてたけど触れない方がいいのかな。触れない方がいいのかなって何。ゆかりちっちゃい頃好きだった。今は普通。好きな方ではある。聞こえてないと思って言わなかった。おいしい。なっちゃん、キュンキュン。最後に残していたのはカニクリームコロッケ。おっちゃんかわいい。うん、うん、好きなもの最後かも。おいしいで終わらせる。うん、うん、ごちそうさまでした。この冬グラタンは食べた。あのさ、カラフルサラダグラタンの時のカウントダウンのグラタン作ったから食べた。
戻ってきたご飯を出た、ごちそうさまでした。そう食べた。レモンティーまた出たんだけど、また配信し始めたから。チョコのスペシャルメニュー、パーパイン。チョコちゃんが食べ終わったので私はお昼ご飯食べ始めます。何ですかお昼ご飯？こちらはコーンスープです。うん、トロトロ。なっちゃんペンライト。ヘイブンさんキュンキュン、ありがとうございます。プリプリナッチーさん、初見こんばんは。間違えた、こんにちは。マックいいですね。何ですか？ NY バーガーですか？つくねと煮物いいですね。配信始まってからちょっとお昼どうしようか考えてるの決めないね。てかみんなお昼ゆっくりですね。お休みですか？ NY のチキン、レモンのやつですか？いいな。10時までバイトだった、お疲れ様です。お仕事中だったらさ、お昼ご飯って12時とかですよね。だってチキンバーガー美味しい？ずるい。チョコちゃんの通知で起きました。すごいね。個人的には両方微妙だった。そうなんだ。戸棚から出てきたそうめんにしました。いいですね、そうめん。休みでゲームしてた。いい感じ。写真撮ってリプすればよかった。ごちそうさまでしたっていう写真撮ってください。めっちゃ静かだけど周りいないです、誰も。ここはショールームしていい場所。ハッピーチルドレン、ハッピー。チュロス美味しかったですよ。でもなんか買って帰ってきたからね、ちょっと固めだった。固くなっちゃってた。でなんか中が熱いので火傷気をつけてくださいって書いてあったんだけど、冷めちゃってもう全然熱くなかった。赤リンボーはどこ？どんまい。どんまい。ノントマインド。でもなんかご丁寧だなって思った。だってさ、こう蓋を開けたここに中に書いてあったの。熱いので火傷気をつけてくださいって。メランコリー TikTok 撮ったんだけど覚えのめっちゃ時間かかる。あー確かにむずそう。なんかみたいな、全然覚えてない。それでクレーム防止して、あそうなんだ、熱すぎだよって言われるの防止してんの。首かむとこだけキメキメ。帰っ
書いてますんで、なんかあったんですよね、なんか前に。だからなんかめっちゃなんかそういう注意書きとか書いてあったりするんだよね。なんかレンジ、電子レンジとかにもなんか動物は入れないでくださいみたいな。過去になんか猫ちゃんが寒そうにしてたからレンジで温めたらなんか死んじゃったみたいな、それで文句言った人がいたみたいな。だから電子レンジの注意書きになんか動物は入れないでくださいって。そうなんだってなった。乾かすか、寒いからじゃなくて。そうだからなんかもう大変だね、全部注意書き書かなきゃいけないんだなって思った。うん、書いてないじゃないかってね、大変だね。全部だから飲み物もさ、凍らすとなんか破裂する可能性があるので凍らさないでくださいみたいな書いてあったりするもんね。うちの猫はレンジに入りきる、結構大きいんだね。ライブの注意書きもめっちゃ長い。あのなんだっけ、なあの陰慣れちょっと増えたじゃないですか、やっぱりこの感染とかで、感染防止対策ガイドラインに基づきみたいなとか、発声歌唱ダンスなどの行為、発声歌唱なんとか、ダンスなどの行為はダンスなんだったっけと思った。携帯電話の電源をお切りいただくか、マナーモードにしていただき、非常誘導灯を点灯いたしますので、直ちに係員の指示に従って。ゆり姫様らありがとうございます。こんにゃくゼリーはお子様やご高齢の方は喉に詰まらせやすいのでみたいなね。チョコ用の陰慣れ最高でした、ありがとうございます。みんな聞いてますか、ちゃんと。昔はさ、おやめください、はーいとか言ってたけどさ、今はないからさ。山田さんかわいい、ありがとうございます。聞きたいよ、はーいって。おやめください、はーい発声はダメですよ、はーいお子様気をつけてって書いてあるか、たまにしかもらえ、え、何歳ですか、小学生とかですか小学校低学年とかですかね。他の現場でやった、ロンリーボーイさん、お久しぶりです、ありがとうございます。チョコレートメランコリあ、昔の記憶ね小学校低学年とかかなって思っちゃうかげなれで続けて言うタイミングずれない、どういうこと、かげなれで続けて言うタイミング、はーいがあるとってこと。ヘイブンさんキュンキュン、ありがとうございます。この前のスペイルね、やったから
イベは各都道各県各府県2公演ずつだから22222で1回はやります。オーバーチェアはララララヘルプさん研究ありがとうございます。影慣れはどうやって決めてるの？スタッフさんが決めてくださってます。でもあれだと思う、絶対にそこの地方のメンバーは1回はやると思う。だから名古屋だったらマイカが絶対どっちか昼か夜かは入ると思う多分。まあそれ以外はみんな大阪もいないし、まあ、東京はいるけどもうねって感じって感じですかね。あ、ツアーは多分そう都道府県のメンバーがやると思う。川崎は多分やると思う、私と渚が。でも別に今回地元を巡るっていう感じじゃないから分かんないけど、東京はミニアとひとみがやるんじゃないかな。どっちかは昼、あ、2個やるか分かんないか。ヘブンさんからありがとうございます。全部で何個やか分かんないんだよね。地元巡らないけど川崎は難色じゃん。うん、多分そうだと思う。北海道沖縄、あ、でも沖縄ミニアって可能性もなく、あるくない？どう？北海道と沖縄コンサート行ってみたい。わかる、私も行ってみたいコンサートで行くって、見に行くってすごい楽しそうまだ何公演か瀬戸りも分かんない。まだ皆さんと同じ情報までしか私はまだ知らないのです。観光したいけどご時世的に無理かなって思ってるから、なんかご飯とかお土産とかはなんか見たいなって思ってる。コミさんバラありがとうございます。うん、せっかくならコンサートのついで、そう前回のスペイベ名古屋は観光したんですよ。観光したの。4月落ち着いてほしい。それ泊まってね観光したんだよ。リサとマイカとアンちゃんとあれを食べた、きしめん、味噌、味噌煮込みうどん食べた夜ご飯に。愛知の観光初めてだった。嬉しかった。なっちゃんラブレター、ありがとうございます。ご当地のご飯食べたい。山口もさMV で行ったは行ったけどさ、あの何食べた、なんか食べたとかじゃないから、そう
コウタさん初見ありがとうございますね。フグ食べたかった。フグあのさ、なんかこうパーってなってるフグ食べたい。こうやってこうやって取って食べたい。フグさんキュンキュンありがとうございます。チョコレートメランコリアリスちゃんかわいい。レグレスさんキュンキュンありがとうございます。あとは北海道から海鮮が食べたい。沖縄は沖縄はなんか観光、沖縄こそ観光したいね。ご飯とかじゃだけじゃなくて北海道も、うん、そうね。ソーキそばね。ソーキそばもう味忘れたんだが、大人は泡盛。あ、沖縄のお酒でしたっけ。そうよ、めったに行けないから。沖縄泊まりたいな。わかる。国際通りでお土産買いたい。びっくりした、踏んじゃった。沖縄と北海道泊まりだと思う？でもさ、どっちに泊まるの？どっち、あの全泊なのか、あと泊っていうのかな、なのかわかん、もし泊まるってなっても全泊だったとしたら夜に着いて普通に泊まって次の日っていう感じもありえるし、逆に公演が終わって夜泊まって朝1で出発とかもありえるから。飛行機ないの？そうなんだ。じゃあ泊まり？テオタさんだるまありがとうございます。そうだからね、公演後の飛行機がそこそこないはず。あ、でもさ、イコラブってめっちゃ早くない？公演終わって秒で帰るからさ、もう2公演だったとしたら2公演目が始まる前に荷物片付けといてねって言われて、荷物も片付け、帰りの準備して終わったら急いで着替えて急いで帰る。そう、帰宅早い系アイドルグループだから。そう、そうなの。観光したいよ、したい。船舶公演後に帰る、ある、ありえる。まあ何時とかにもよるよね。一公演がさ、昼、夕方ぐらいに終わったらさ、全然ありえるよね。あ、イコノイチャンネルいいじゃん。イコノイチャンネル撮って泊まろう。誰だっけ、なんかノイミーちゃんがさやってたよね、なんか京都だっけ。よくない？サラの MV 撮る、確かにそうだよ、そうだよね。DVD の特典、ツアーの DVD の特典、メイキングじゃなくてってこと。全部内緒で勝ち取った沖縄はどうするの？確かになんか勝ち取ったよね、沖縄。
沖縄の11枚目シングルの特典映像。もう遅いのかな、いや分からんな。どう、あ、沖縄無理か。沖縄はそっか、最終5月、あれ5月だもんね。無理か、無理はないか。12枚目、じゃあ得点ないじゃん。12枚目の得点を5月に取る。美味しかった。ツアー前日に特典映像って、いや次の日だったらいける。特典映像は季節ずれるから冬のなんかやってそう。またスケボー。スケボーじゃないか、スケん、スキーかスノボか。ほちんさん欲しい。レオちゃんキュンキュン、かわいい、ありがとうございます。冬のなんかってなんだ、アルペン。絶対無理だ。コミさんかわいい、ありがとうございます。現地出てましたか。出たことあります、1回だけ。読んでいただきました。リアル脱出ゲームってどんなやつですか。わかんない。カーリング。アルペンハマ、いや、アルペンを見たから、最近見たから。今日閉会式ですか、オリンピック。いつ閉会式ですか。もうそろ？前髪がガタガタしないで。今日の21時。今日のイコラブ愛の再放送で BPM のラジオスタジオライブが見れるから楽しい。そうじゃんね、再放送だ。歴代最多のメダル数、すごい、すごいです。ご飯食べたのにベッドから動けません。じゃあルームが終わったら動きましょう。もうそ、あ、でももう1時間ぐらいですか。じゃあ3時になったら終わろうかな。ん？今日って11時から何かやりましたっけ。ぴったり1時間？じゃあ3時ぐらいに終わります。
まあ言ってもこの後暇なんだけどさ、写真撮ったりしようと思います。なっちゃん、あなたはありがとうございます。そう、明るいうちにね。めちゃ頑張ったら何もない。じゃあ大丈夫だ。じゃあ大丈夫です。10時半からバイト頑張ってください。レグルスさん、かわいい、ありがとうございます。いい。なぜいつもイコラブちゃんがバイテレビ出るときしっかりバイト入ってる。しっかり？しっかり？ヘブンさん、なたは間違えた。バラ、ありがとうございます。やばい、お尻が凝ってきた。最近さ、座ってる時間長すぎて、ショールームも座ってるしさ、お話し会も座ってるからさ、凝っちゃったよ。一藤さん、初見こんにちは、ありがとうございます。せっかくフリーダーの仕事戻ります。頑張ってください。お尻が凝ったら走るのにも影響してくるの。あこさん、初見、英検二次試験終わりました、お疲れ様です。立ちながらお話し会しよう。そうだね、みんなここら辺しか見えないと思うけど。今何してるの？ショールームしてます。チョコもお尻凝りますよ。後ろ下がっても多分見えない。ヨギボー座りたい。ヨギボー座ってお話し会したいね、お尻凝らないために。バランスボールでもいいよ。持ってくるのが大変ですね。レミタバラー、なっちゃんキュンキュン、ありがとうございます。ヨギボー触ってたら誰か寝ちゃいそう。確かに確かに。顔、ここに顔のプリントの T シャツで、こうやって、いやー、おっちゃん元気、ありがとうございます。よいしょ、レミタラブレター、ありがとうございます。ヨギボー、ヨギボーってそんなに眠くなるんですか？ヨギボー、レミタン、タコ、ありがとうございます。ヨギボー欲しいな。ヨギボーおかしかと思ってた。そんな幅取る？ゆめちゃん、バラ、ありがとうございます。バイト終わった、お疲れ様です。午後行くね、待ってます、ありがとうございます。ハリボー感、確かに確かに。ハリボー私も好き。チョコレートメランコリー、少しか歌えない。ドゥ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 
ルル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 ルチョコレートメランコリー平田さんかわいい、ありがとうございます。ご飯食べたら眠くなってきちゃった。あったかいし。前の現場でさ、話し会4時半からなんですよねって言ってたら、寝たらここでって言われたけど、ショルームしようと思って朝してないし。山本さんかわいい、ありがとうございます。代わりに寝ようかそんなこともできるんですか。君はそんなこともできる。フレンズ違かった。そんなこともできるの面白い。僕に足りないものを持ってる君が、君に足りないものを持ってる僕が。え、見た、流れ星。そろえばきっと素敵なメロディーが流れる。たたたらら、さあ聞いてこの楽しさは。この楽しさは獣だけのもの。君がいないなんて信じられない。これまた君を待ってるから走り出そう。飛び立とう。そうここはジャパリパーク。アンナナさん、ありがとうございます。テーブルがひっくり返る、落ち、やだ。なんでさ、これこうなっちゃうんだろうね。バナナさん、音符てってるるる。再現すぐできそう。できないよ。もっともっと自分を変えられたら、もっともっと楽しくなるんだろうな。だけどそれはみんなみんな同じで、君だってなりたい子はいるんだ。そう、ジャイアントペンギンの後輩なの。でもそう、私はその子たちみたいにはなれないの。可愛くないし、歌って踊れないし、やってみようよ。だったった。もっともっと自分を変えられたら。眠いからミュージカル。そう、歌って踊ったらいい感じ。またまたたの、たまにフールで見てます。お、嬉しい。15時になったの、踊ってる間に。今ジャストですか、00分ですか。今ね、あの時計はね、2分です。だけどそれはみんなみんな同じで、君にだってなりたい子はいるんだ。ジャストか。じゃあランキングを読んでいきたいと思います。ランキングタイム。13位ヒッキーさん、12位平綿さん、11位バナナさん、10位チビタンクさん、9位サシコイノチさん、8位ハラディさん、7位ヘイブンさん、6位リュウさん、5位レグルスさん、4位ハマユーさん、3位トッシンさん、2位セイタさん、1位なっちゃんです。ありがとうございます。大声になった、近づいたから。2列目。深夜さん、アリスちゃん、メリダさん、 FJ さん、コウヘイさん、七色さん、大津さん、テルンさん、
人生じいちゃん、ショールームさん、レミタン、キャンさん、ヤマコさん、チェケさん、コミさん、アオちゃん、ヒロさん、タカヒロリーさん、SZ さん、ハイゴールさん、オーパーツさん、ミカンさんです。ありがとうございます。ありがとうございました。4117人の方が来てくださいました。ありがとうございます。たくさんの星投げ、たくさんのゲスト、たくさんのコメント、ありがとうございます。ということで終わりたいと思います。この後16時半からお話し会があるので、皆さんぜひ会いに来てください。たくさんお話ししましょう。ということで終わりたいと思います。ありがとうございました。ハッピー感謝。バイバーイ。また後で会いましょう。